ゆいなです。みおです。さくらです。はい、ということで今回は2023年ベストスキンケア、もうこんな時期です。毎日行ってます。本当にそうです。3回目だね、これ3回目だね。あ、そうだね、確かに。そうだわ。じゃあ早速紹介していきます。はい、それでは早速よいしょ。はい、みお編、今井編でいきます。はい、まずはこちら、ゆりなちゃんが前紹介してた？知ってたかも。私もこれめっちゃ好き。ね、うんうん、私これはずっと使ってたんですけど、うん、別に今まで去年とかは入れてなくて、うん、だから2年目になって、うん、やっぱこれいいよな、うんうんうん、っていうので今年しまって、うんうん、入れさせていただきました。これトナーだから、はい、拭き取り化粧水っぽい感じなんですけど、うん、まあ、朝晩どっちも使えて、まあ、古い角栓、角質だったり、あとはちょっとよくメイク汚れ残ったりするじゃないですか、うんうんうん、そういうのも綺麗に取れる、うん、で結構さっぱりこう綺麗に落ちるのに突っ張らないのがすごく好きで、うんうん、匂いが嫌な人は嫌だ、うん、あ、好き嫌いが分かれそうと思った。めっちゃいい匂いって匂いはしないよね。なんか不思議な甘い香りっていうの、うん、なんて言うんだろう、なんか使った感じはさっぱりなんだけど、まあ、好みが分かれるかなとは思うんですけど、私はすごい好きな香りだから使いやすくて、まあ、香りが気になってもそれ以上に効果がすごくいいので入れてみました。結構これ好きな方はいると思うんですけど、まあ、値段で悩む方とかは多いかもしれない。まあそうだね、ちょっとお高め、でも量がね、そう、量あるし、うん、使い続けるといいなって感じたので入れました。で次が体、本当だ本当だ、ちゃんと全部使い切ってるじゃん。そうで、まだ次の買ってないから空容器を取っといて持ってきました。うんうん、これはモイスチャライジングウォーター、うん、私も正直このウトは、ウトはなんか聞いたことある、聞いたことあるね、でいいのかな。これはまだこの1本しか使ったことないんですけど、うん、それでも入っちゃうくらいめちゃくちゃ良かった。ヘアメイクさんに教えてもらって、うんうん、使い始めてすぐなくなったんですけど、化粧水なんですけど、うん、トロトロしてるわけじゃないけど若干ある気がする。水ではない、うん、あっていう感じのテクスチャーで、うん、もうこれ1本ですっごい保湿されるっていうぐらい十分、うん、いいね、そう、ありがたい、マジですごい高い。拭き取り化粧水っぽく使ってもいいし、うん、普通に化粧水としても使ってもいいし、うんうんうん、朝夜どっちも使えるので、意外と保湿力は高いのに、さっぱり、これも私さっぱり系が好きなのかな、うん、使い終わりが普通肌だしね。そう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 、だから結構すっきりっていうかベタベタとか、うん、なんか保湿されてるからって言ってなんかこう気になる感じが全くない化粧水だから、これはリピしようかなと思ってるものです。続いてこっち先にしようかな。はい、これはもう何度も出てきたけど、うん、ミニセフリー、うん、もうこれといったらみおちゃん、そう、これはあの瀬吉ひとみ、友達にいいよって言って使い始めたもので、うんうん、これもう今年だけで2本目なんですけど、めっちゃ使ってるね。そう、最初は30ミリの方買って、よかったから50ミリ買って、これはまだ、うんうんうん、あの韓国旅行行った時に買ってまだ終わってないんですけど、うんうんうん、私はこのカラーの青のやつがレチノールが入ってるんですけど弱いから、レチノール使ったことない人も大丈夫だし、うんうん、皮も剥けないし、でもレチノール成分入ってるから朝は使えないっていうのがあれですけど、うん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 、私は毎晩これ使ってます。鼻荒れしやすい方とか生理前とかに使うと荒れにくくなる。へー、めっちゃ痛い。そう、だから普段毎日使ってなくても、うん、ちょっと周期乱れたりとか肌のトラブルがある時とかは使うと結構赤みも引きやすいので、うん、おすすめです。はい、でもう一個悩んだけど入れるって感じ。やっぱりね、やっぱり、うん、これはね、もうリペアセラム、これはすぐなくなった。でも入れるか悩んだ理由はめちゃくちゃいいんだけどやっぱ高いなっていう、うん、高い、結構すぐなくなっちゃう、ね、これ一番少ないやつ30秒でなくなった。わかる、1ヶ月とかかな、もうちょっと持つ、いや私は朝だけで1ヶ月半ぐらい。じゃあ本当ね、夜朝みたいなの使ってすぐなくなった。ねえ、もうそうなの、なんかそれなんだよね、重さが3倍だよ。あ、じゃあ2杯だよね、30って。でもそんな使ってないだ。あ、30ミリリットルってそうだ、ね、ああ、そうだ、そういうことね、そう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 、だってここしか入ってないからね、少なくない、少なくない、ちょっと2杯分だよ、大さじで考えたらめっちゃ少ないんだけど。でもなんかあの詰め替えできる大きいやつだけ詰め替えがあって、あ、そうなんだ、そう、もうそっち買っちゃう。
ようかなみたいな、その方がなんかお得感、まあ、詰め替えそうだね、これは詰め替えないから使えないらしくて、うん、これもないんだけど、その紹介したくて空だけ持ってる、うんうんうん、これはね使ってみたらすぐ分かる、うん、でもお値段がっていう感じ、そうそうそう、でも入れたくなるくらいすごい贅沢美容って感じ、贅沢美容液です、うん、こんな感じです。私は4つはいご紹介しました。はい、はい、私は4つ今回持ってきました。多分全部1回も紹介したこと、うんね、あ最悪あった1回も出る違う、わざわざさこれ昨日の夜さギュッと締めてきたのに終わった、まあいいやじゃあまずこれから紹介しますこれはね、あのクレンジングミルクです。私ずっとバームタイプのクレンジング使ってたんですけど、やっぱ冬はバームタイプだとちょっと乾燥が気になるので、最近あの YouTube を見漁って、あのやはり水越美里さんがご紹介してた、うん、このあのパラドゥスキンケアクレンジングっていうミルクのメイク落としに変えてみたら、マジで洗い上がりの乾燥が本当に気にならなくなって、めちゃめちゃいい。パラドゥってコンビニ？そう、セブンに売ってんの。最高だ。しかもこれ3ヶ月ぐらい使えるらしいんだけど、これで1700円ぐらいなの。めっちゃ良くて、そう大好きじゃん、本当に最高で、濡れた手でも使える、そう濡れた手でも使えるし、ダブル洗顔いらないし、マツエクも OK で、ミルクって結構落ちづらいイメージあると思うんだけど、うん、ちゃんとねラメとかも綺麗に落ちるし、洗い上がりはしっかり落ちてる感じするのに乾燥は防いでくれるっていう、めっちゃいいじゃん、めちゃめちゃ良くて、最近これ大好きで買って帰る。これそうだから安いしさ、あの試して嫌だったら買い取るわそれぐらいそうそう、全然ないちっちゃいタイプもこのプッシュタイプ、プッシュタイプ、これはね今期間限定なのこの大きさ、えそうなんだ、そう11月から期間限定で、今まだ売ってるんだけど、お得なんだじゃん、そうそう、だからね今これは今限定のサイズです。分かった、ね、分かった、うん、もう急いで買って、買いに買ってくださいじゃあ次はこれ、オセロリンクルホワイトニングローションっていう化粧水なんですけど、うん、これ私ちょっと前にメイクさんに使ってもらって、初めて見たブランドで、うん、でもそのメイクさんに使ってもらった瞬間から、あめっちゃこれ肌に合うと思って、で調べてみたらこれ2000円いくらとかなの、すごい安いし、でこれシワ改善×美白って書いてあるんだけど、これ使い出してから結構その目の下のメイクのたまるさシワみたいなのがすごい良くなったなと思って、で変えたのって言ったら多分これだけなの当時だから、これの多分おかげですごい保湿力も高いし、私乾燥肌なのでしっかり保湿しなきゃいけないんですけど、朝晩これ絶対塗ってて、メイク前でも全然あのこう変なベタつきがなくて、しっかり中まで保湿してくれるからめちゃめちゃ良くて、もうあとね多分こんぐらいしか残ってない。へぇー、まあ使い始めてさ、どういう感じのテクスチャー、テクスチャーはアイクリーム使うよりいいじゃん。そう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 、めっちゃ水っぽいじゃん。水っぽいけどすごい、別になんかなんかしっとりの水、しっとりタイプの水、本当にこれ好きで、めちゃめちゃいい。本当にこれ使わないとやっぱ肌の調子整わないなってすごい思う。へぇー、通販ですか？はい、オンラインショップでパパッと。わかりました、わかりました、これめっちゃいいです本当に、安いね、安いので、次これはガルバのファーストスプレーセラム、これはこれもメイクさんに使ってもらったんだけど、これねあのこうやって混ぜて、そう、おしゃれ、めっちゃいい香りするのね、散歩してもメイクの後に、メイクの後にやるあのセッティングスプレーとしても使えるし、あの夕方になって乾燥してきた時とかも使えるんだけど、めちゃめちゃいい香りで、すごいリラックス効果もあるし、あのオイルが入ってるから、うんうんうん、今の時期本当にありがたくて、やっぱ小鼻のとことかすごい乾燥しやすい時にこれ朝つけとくと、やっぱだいぶ乾燥も防げてめちゃめちゃいいです。オイルがスプレーに入ってるってめっちゃ良くない？そういいね、オイルめっちゃつけて、そう、こうつけるじゃん、ベタベタ、そうベタベタしちゃうけど、だからスプレーだから全然ベタつかないし、なのにちゃんと、ね、めちゃめちゃ、あとビーガンの方も、ね、オイル使えるから、ね、もしそういうの気になる方いたら、オイルスプレーっていいの？そう、イタリア産ホワイトトリュフと植物性オイルが入ってるらしい。トリュフ入ってんの、でもトリュフの匂いはしない結構なんかリラックスっぽい、なんかこう、そうだね、なんていうの、ハーブっぽい香りがします、うん、で最後これはもう最高すぎる。何これ、
これあのカネボのクリームインデイ日中用クリームです。これね、プレゼントでいただいたんですけど、うん、めっちゃいい、本当に本当に私冬でもこんな1日メイクしてて乾燥しないんだって思うぐらいめっちゃいい、本当に。でナイトクリームもあるの、あれ、それも絶対買おうって思って、失礼しました絶対買おうって思って、めっちゃいい本当にこのクリーム、もう保湿が、そう見たい、なんか、なんか、ね、普通のね、なるほどね、なんか色はつかないんだけど、あの化粧下地兼日中用クリームって書いてあって、うん、SPF は20なので、あの日焼け気になる方はちゃんと日焼け止めも塗らなきゃいけないんだけど、うん、色はつかないの、色は全くつかなくて、うんうん、保湿の乳液とかクリームと同じような感じなんだけど、うん、マジで1日の保湿キープ力がやばい、本当にすごいなって思った。カネボーやっぱ日本人に合わせたブランドだからすごいやっぱ肌に合うなって思ったし、うん、朝化粧水塗った後にこれ、それとも乳液も塗って日中クリーム、化粧水、美容液ある人美容液で最後これ普通に乳液とかと一緒に込みで使うから、オッケーオッケーですか、あれね、なんかもう意識揃える気でも乾燥肌だからね、多分全部乾燥肌になっちゃった今、そうはい、こんな感じで4つご紹介しました。はい、はい、はい、それでは田崎がご紹介していきます。まずはシャネルのルブランローション。シャネル様だ、これだ、なんでこれに出会ったかっていうと、シャネルでコスメとかを買うとさ、サンプルがいっぱいついてくるでしょ、ついてくるね、でそれを使ってみたらめちゃくちゃ良くて、肌への馴染み方がなんかもう欲しいと思って、この量で1万円しないぐらいでちょっと高いんだけど、買って損しない保湿力、これちょっとねびっくりするよ、乳液みたいなのに化粧水、なんかもうどっちか分かんないぐらいの保湿力で、色がさ、ね、そう白っぽくこうなんか分かる、いい白色だ、もうここに見れば分かるんだけど、確かに見えてたね、ずっとね、もうとにかく肌への馴染み方がすごいのこれ。へえ、やっぱ高いものって、シャネルのやつの匂いする。そう、だから そこが一つ問題点で、うん、苦手な人はシャネルのこの香りが結構強めにするから、ちゃんとするね。ちょっと苦手な方は苦手かもしれないんだけど、うん、これちょっと何か手にさ、え、どうして？こうやってやってさ、シャネル様の見てきをいただきます。あ、いっぱいした。あ、本当じゃん。これすごいの。本当にすごいの。めっちゃ好きこの使い心地。保湿力だ、塗ってしばらくしてからの保湿力の高さ、これ異常だから、なんかさベタベタしないけどこうなんか吸い付く感じになるね、そうあーもう最高じゃん、めっちゃ絶対合う、絶対いい、絶対合う、ね、やばいすごいこれ、でも香りも最高、良すぎて良すぎて、なんかもうね水なのにさすごいクリームすごいしてめっちゃいいじゃんクリーム塗ったみたいね、これはもうこの後別にさ乳液とかクリームいらないんじゃないのぐらい保湿力がすごいの、1個で十分なくらい、すごい入るね、そう入るの、なんでさ表面に残らないの、全然わかるから、このすごいって言われてるじゃあなんか BA さんみたいになってるけどすごいめっちゃいい、これすっごくてすごいね、もう本当におすすめしたい、毎日夜使ってるんだけど、これまだこれぐらい残ってます、じゃあ確かに、まあまあまあ、今の差だって数滴でこれってことはそんなにいっぱいつけなくてもね、そうそうそう、ちょでも伸びるジェットでいいってことだね、続いて、はい、こちらこれは VT に、ね、リードレスショットの300です、私はこれは300と700のやつをいただいたんだよね、でその時に一番初め使ったら痛すぎて、びっくりするよね、びっくりもたんだけど、うん、もう一回再チャレンジしたら、うん、よくしちゃうと思ってよく覚悟を決めたね、なんか母親がいいよって言うから、じゃあと思って試したら、やっぱり翌日の朝の張りとかツヤ感がすごく良くなってて、針を入れてるとかそういうのいいんだなと思って、ね、これってさあれだよね、化粧水前のブースターみたいなやつだよね、うん、なんかでも私はいきなりこれのせるの怖くて、ああそう確かに乾燥してる肌にね、そうそうちょっと潤わせてからこれをのせてま
ます。でも綺麗になるんだったら痛みもね我慢しないと。700はちょっとね怖くて結構異次元に痛いよ。ゆりなちゃん700痛くたよね。だからその私ダーペンとかやってるし痛みに強いって自信があったから700行ったんだけど、普通に麻酔クリームつけなかったぐらい。やばい、私それ聞いて使えてないもん。なんか1回3秒から始めるのがいいかも。やってみる。やってみる。1回何回もない。でも翌日のお肌のこのなんかパンって感じとか、ツヤ感はやっぱ違う。やっぱすごい使ってよかったって思うだけの効果がこれは私はありました。なるほどね。耐える価値あるんだ。ある。痛いけど、でも慣れるし。300は慣れる。私も痛くない。あ、本当？痛いけど、なんか、うん、大丈夫、大丈夫。じゃあ700やっていい。じゃあ1回。1回行こう。動画撮ってくれない。送ってくれない。で、最後がもう結局クオリティーファーストのパックです。ラブ。ラブ。これはいろんな色を見て、試した結果、私はこのやっぱり高保湿の水色のやつが一番保湿力が私に合ってる、もう高保湿なものが良かったかなと思ってこちらを選びました。やっぱりこれをつけてお風呂上がりすぐにしばらくこう放置しながらボディクリームとか塗ったりとかしてるだけでなんかもうだいぶ潤うね。しかもこれ3分でいいんだもんね。そう、短くて済むし、めっちゃいいよね。でなんならもうこれ取った後にこのシャネルの化粧水をちょっとペペペってやるともう完璧。確かに他いらないね。うん、これさ、液ひたひただからさ、私使い終わった後、ね、自分あのコットン入れてさ、そうコットンパックできるぐらい余るの液が、もうチャッパチャパだよね。そう、びしょびしょだから持ち運び結構大変なぐらい、パシャパシャだから最後もう一枚だから使えるよ。そコットン入れれば。そうやってやればいいんだ。普通に液体体に塗る。だからそれもあり。こぼれながらそれで。めちゃくちゃ確かにね。それもできるけど。そう。確かにそれいい。そう無駄にならず。そうなの。はい、ということで3点ご紹介しました。はい、ということで今回は私たち3人の2023年のベストスキンケアをご紹介しました、はい、ぜひね参考にしてお買い物していただけたら嬉しいです、はい、ということでこの動画がいいなって思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。